緑と水に囲まれたリーウェでは豊かな特産物が育まれてきた。外で働く者、花や景色を楽しむ者、山水の風景の中を行き交う人々は絶えない。たとえ山の中で野営をすることになったって、リーウェ人は食に妥協しないんだ。食欲をそそる美食は自然の素材からも生み出せるってことさ。